公的個人認証サービスで利用される接触型 IC カードリーダーライタ公的個人認証サービスとはインターネット上での本人確認に必要な電子証明書を住民基本台帳に記載されている希望者に対して無料で提供するためのサービスである2004年1月29日に個人向けのサービスとして電子証明書の発行が開始され政府機関や 各地方公共団体への各種届で申請など利用可能な行政手続きは現在も順次追加されている。電子証明書の格納方法はサービスによって異なるが、概ね非接触または接触式の IC カードや CD 等に格納する形式で提供されている。カードリーダーと専用ソフトを使って任意のファイルに対して電子署名を付すことができ。 電子署名済みファイルの電子署名をインターネット経由で検証することができる。民間利用も可能であり、電子契約書等で利用することも可能である。なお、電子署名及び認証業務に関する法律に基づくもので、電子文書に対する電子署名の基盤となるサービスである。同法に基づいた同種のサービスは多く存在。その他の税理士や司法書士などが該当し、 相互認証されていれば公的な電子署名として、印鑑登録証明書と同等の効力で利用できる。非接触型 IC、カードリーダー、ライターとマイナンバーカード利用可能な行政手続きのリストは、公的個人認証サービスポータルサイトの利用可能な行政手続きの例を挙げれば、を行うことにより、税務署等に出向かなくても、日本の租税の申告などが可能となる。電子証明書。 実際の行政手続き等で利用するためには、電子証明書を記録するための IC カードが必要であり、現在は個人番号カードや電子証明書有効期限内の住民、基本台帳カードを利用する。また、パソコン及びそれに接続する IC カードリーダーライターも必要となる。公的個人認証サービスに対応した IC カードリーダーライター一覧の情報は、 公的個人認証サービス対応 IC、カードリーダーライター普及促進協議会の公式、サイト http コロンスラッシュスラッシュ www.jpki-rw.jp スラッシュインデックス .html で確認できる。発行者は、地方公共団体情報システム機構、市区町村の窓口にて発行の申請が行える。原則として、 代理申請は認められない。申請に必要な費用は、住民基本内帳カードの場合は、一般的に500円で有効期間は、発行日より3年間であった。個人番号カードの場合は、発行手数料は、無料で有効期間は、発行日より5回目の誕生日まで有効である。また、電子証明書を行政手続きに利用する際の操作性については、総務省広報によれば、 大幅に向上したとされる。総務省によると、公的個人認証サービスによって発行された電子証明書の数は2009年2月末日現在で約104万枚である。電子証明書には e-tax などに用いる署名用電子証明書とマイナポータルなどのポータルサイトやコンビニでの公的証明書類発行時の利用者確認に用いる。 利用者証明用電子証明書の2種類が存在する。公的個人認証サービスの電子証明書の発行状況について、平成21年3月4日、参考、過去の発表を2005年8月31日現在9万4767枚、2006年11月、末日現在10万3912枚、2007年8月末日現在、約16万4000枚、 2007年11月末日現在、約19万3000枚。ありがとうございます。